ネット上、とりわけツイッターではハッシュタグ天皇陛下、新天皇陛下をいただき、新たなる元号令和を迎えられた日本の皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。お祝いに便乗させていただきます。この宮脇チャンネル（仮） YouTube でのチャンネル登録者様がなんとドドンと2万1000名を突破いたしました。おめでとうございます。ありがとうございます。この令和の時代も宮脇チャンネル（仮）可愛がっていただけると幸いでございます。さて、令和となりましたので、先帝陛下、つまりは今の上皇陛下が、上皇陛下から最後のお言葉を賜った平成31年の4月30日、その夕方以降、ネット上、とりわけツイッターでは、ハッシュタグ天皇陛下と先帝陛下を、そして平和の時代に感謝するツイートが私のタイムラインを埋め尽くしました。そして、見よが変わった令和元年の午前0時、あの渋谷のスクランブル交差点は、雨の中、大盛り上がり。そして大阪では、道頓堀にダイブ。違法行為はダメ。ダメながら、実にめでたい。しかし、ここで立ち止まってみると、新元号令和が発表される4月1日の前、オールドメディア、とりわけテレビは、もう今、元号なんか使わないぞ、とネガティブキャンペーンを張っておりました。街角で若者に、元号使いますかとインタビューして、元号使わないとか言わせてみせたりとかして、これについて明確に反論する論拠というものを私は持っていなかったのですが、とても違和感を覚えておりました。というのは、いろいろな出来事を確かに平成で答えることはできなくても、自分が生まれた年、これについては平成何年ですって答える若者がかなりの割合でいた。そしてそれは昭和生まれのおいらちゃんたちの世代も同じくで、歴史の教科書とかでは西暦で出来事を覚えていても、自分たちの誕生日あるいは身近なことについては昭和なり大正なり元号を使って会話をしていた。そして平成の若者と会話をしていても、西暦と元号を使い分けている若者は、はい、これ令和最初のいたからです。そして新元号令和が発表された4月1日の翌日、4月2日、読売新聞は緊急世論調査を取りましたところ、なんと国民の半分ぐらいが元号も使っているよ。さらに今後も元号を使い続けるのが良いですよと答えたのがドドンと 82%。はてさて、新天皇陛下をいただいた令和元年を迎え、我が家に早朝届いたのは、はい、令和をことほぐチラシの数々。さらに読売新聞の一面広告で、でん、今日から R1、令和元年で明治の R1 がドドンと広告を出している。他にも、このように資生堂が令和をことほぐ広告を出していたり、紹介しきれないほど、この令和を我々日本国民は楽しんでいる。これを便乗だなどと批判するのは簡単なのですが、便乗するということは、この元号について我々国民が良い印象を持っているから便乗ができる。悪い印象のところに便乗しないでしょ。つまり我らが日本国民は、ありていに言って天皇陛下が好きというよりも、もうそこにいらっしゃることが当たり前、当たり前すぎるぐらい当たり前、そして陛下と共にある元号だってあるのが当たり前。それを新元号令和が発表される前のマスコミの皆さんやテレビの皆さんは、わざわざ元号なんかもう使わないんだぜと我々と天皇陛下、そして元号を切り離そうとした。しかし我々の関係はそう簡単にね、切れるものではなかった。そして我々はこのようにして楽しむ。だからこんな人たちというのは嫌われてしまう。だってね、人が良かれと思って楽しんでいることにペッ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 と唾を吐く人間、好きになれません。新元号を喜びつつも、一方で平成という時代を振り返った時、今の上皇陛下からお言葉を賜った後、この松の間を上皇陛下が出られようとした、その時立ち止まって振り返りました。今や上皇后陛下となられた皇后陛下を気遣ってのことなのかなと、そのお姿にもまた感動を抱きつつ見ていたのですが、さにあらず我ら国民の方を向いて軽く会釈をなされた。それは我々国民への最後の挨拶であり、もしかするとお礼のお気持ちを伝えていただいたのかなと、私はそのように受け止め、正直泣きました。涙がこぼれました。ありがたいなぁと。さて、そんな平成を振り返ったテレビ朝日のモーニングショー、皆様大好き玉川徹さんは令和に入ってもあまりお変わりになられていないようで、こんなことをおっしゃっておりました。日本の歴史っていうのは権力イコール武力ですけど、権威を味方につける、つまり錦の御旗を奪った方が武力で次の権力を奪っていく、その繰り返しなわけですね。一番近いところでは戦前の荒人神にして権力が権威を利用した、天皇の政治利用をしたと、その上皇ご夫妻はそういうところから離れて祈りの存在としての天皇を確立したんですね。明らかにそう言って権力が権威を使うことを阻んだというふうな形だと思うんですけど、これからさらに続いていくのか、なんとか制度として権力が権威を使えないようにすることを確立していくことが大切だと思う。玉川徹さん、天皇陛下の政治利用ってすでに使えない制度というか法律というか憲法というか決まってるんですよ。もちろん無理やり天皇陛下の権威を利用しようとする動きはないとは言えません。直近では悪夢そのものの民主党政権時代、今の中国の習近平さんが日本にやってきた時に、慣例を無視してルールを破ってまで天皇陛下のお目にかかるように画策したのは N腕は一流紳士。そして玉川徹さん、我が国において今権力イコール武力じゃない、その発想は杉並区の釘先生になられた中核派の支援を受けて選挙運動頑張っちゃったよとアベマテレビで堂々と告白をされた杉並区議と同じです。テレビ朝日社員玉川徹さん、このモーニングショーに限らずテレビ朝日系の番組を見ていると、どうにもこうにも女系天皇、女性宮家というものを目指しているかの発言が目立つ。それはテレビ朝日と関係の深い朝日新聞の目論見野望企みではないかと私は疑っており、そうした発言をする人たちを見ていると、令和最初のオス工作員と呼びかけずにはいられません。そんな朝日新聞と先の平成を重ねて、平成とは朝日新聞による日本破壊活動、その時代だったと指摘するのは、私が大変お世話になっております西村光雄先生。平成の始まりにKY サンゴ事件、朝日新聞のカメラマンが自分でサンゴを傷つけておきながら日本人の心が荒廃したからこのサンゴに落書きをしたなどとやったのが朝日 KY サンゴ事件。そこから始まり、世界中で日本の評判を落としまくったジョンゴン慰安婦、そしてこれの捏造がバレちゃった後もその訂正記事をメタタグで検索結果に引っかからないようにしたのが朝日新聞。さらに直近では吉田所長の長所を日本の米家という文脈で記事にしたのも朝日新聞。かように平成という時代は朝日新聞による日本破壊工作活動、そして悲しいことにそれが実を結んできたのではないかというのが西村先生のご指摘。そのご指摘にかなりの部分で同意をするのですが、一方でもしかするとですよ、この令和の時代に朝日新聞の居場所はなくなっているかもしれないと考えるようになったのは、やはりこの元号。平成最後の4月30日の朝日新聞では、この新元号令和というのは我らが安倍晋三首相の推し、つまり安倍晋三による元号の政治利用だみたいな記事を書いておりました。その発想は権力が権威を利用するという皆様大好き玉川徹さんと同じく、ただし元号というのは昭和54年に定められた元号法において政令に定めるとある。つまり元号を政治が決めるというのは今の法律で決まっていること、むしろ公の場で新元号は天皇陛下がお決めになられましたなんてやっちゃうと、天皇陛下は政治的権能を持っちゃいけないんですとかいうね、こんな人たちに攻撃材料を与えちゃう。そこから見た時に元号を安倍が決めたおかしいというのであれば、それは法治国家の民として朝日新聞の方がおかしい。しかもそもそも論で言えば我らが安倍晋三首相が万葉だか日本書紀だかはともかく国書を由来にするもの、これを推しているということは広く伝えられていたこと、そして何より新元号令和の決定プロセスについてはこうした月刊誌で広く伝えられていること、つまり朝日新聞というのはネットどころかこうした月刊誌、日刊の朝日新聞が月刊誌にすらその内容で負けている、後追いをしているということ、すなわちそれはニュースを伝えているのではなくオールドの情報を伝えるということは、新聞、新しく聞くと書いて新聞ではなく旧聞になっちゃう。さらに朝日新聞が平成最後の4月30日に元号案見た主張追加案以来看板制作重ねたと有料会員限定記事でドドーンと報じた翌日の令和元年5月1日、読売新聞の3面にこんな記事が載っておりました。ででーん、天正一時最有力案。何かといえばそもそも論で我らが安倍晋三首相がいくつか挙げられた元号案の中で一番気に入ってたのがこの天正、天かけると書いての天正。この天正だとアルファベット表記の際対象の t と重なるのでこれはいかがなものかという意見もあったんですが、我らが安倍晋三首相は天正いいよね、天正いいよねと推していたとのこと。ところがこの天正を調べてみると、この天正という名前のついた会社さんがとても多かった。これは元号を選ぶ際の俗用されていないという条件に引っかかっちゃうので、この天正案はナッシング。そして追加された一つが令和、これは R1。 つまり読売新聞のこの記事が正しいのであれば、安倍首相が気に入っていたこの天正がダメになったので、その空いた席にまた別のアイデアを入れた、それが令和だったということ。そしてこの令和については FNN と産経新聞の合同調査でドドンと 87% の国民がいいねと言っている。朝日新聞はこの令和をディスって、そして取材力もない、さらにはそのディスりのネタが月刊誌に負けている。それが朝日新聞の現在地、令和初日の朝日新聞の現在地なのかもしれません。繰り返しますと、我々日本国民がいいねと思っている令和をディスっておきながら、そのディスりの論拠が月刊誌にも置いてけぼりにされ、同じ新聞ちゃんのお仲間である読売新聞の取材力の足元にも及ばないかもしれない。そんな朝日新聞に訪れた令和の時代、果たして居場所はあるのか。もしかすると令和の時代に朝日新聞の居場所はないのかもしれないと考えた時、なんだか晴れやかで清々しい気持ちになる新しいミオの始まりでございます。令和1回目の放送もご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは令和2回目の放送もご覧いただければ幸いでございます。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。Thank you.ヤクザが撃ってバカがいる。羽生くんすごい。日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。